クール AA。 何やってんですか？今日は、はい、ここ、はい、上の部分、上の部分全部つけたいんで、はい、重さに耐えられるように、はい、まず最初にここにつっかえ棒をつけて、つっかえ棒、それから上を全部埋めていきます。埋めて。あ、ここの空いてるところ、うん、もったいないんでですね。それをやっていきたいと思います。了解。そんなに掘らなくていい感じだよね。うん。また前見たけどちょっと叩いて突っ張るような感じで。で、はい。おっ、ぴったり。おそらくそっち先にやって。ちょっとこっちゴテの方がいいかもしれない。バランスがさ、全然取れないっぽい。やばそうだね。ミッチはね、なるべく、はい、手作り感があった方がいいもんね。で、壊れないって秘密基地じゃないんだよね。確かに。壊れないように努力する人もいるんだけど、うん、壊れるのが秘密基地なんだ。じゃないと子供の気持ちが上がるの。壊れたら作る。新しい発動力で作る。じゃないとおそらく秘密基地もここまで通じないでしょう。うん。よいしょ。だんだん秘密基地じゃなくなってるよって言われるんだけど。あ、マジで。でもうちらにとっては秘密基地なんだよね。うん。あ、おそらくいつまで経っても秘密基地。内緒にしてるから、ね。一応内緒にしてるから秘密なんで。よいしょ。これできたらウケるよね。でもウケるかもよ。あーかーって言わないね。ツッコミ待ってましたっていうような、やっぱり言われたかっていうような。でも昔はかーって聞こえたんだろうね。聞こえた。歌でかーか言うんだ。カラスなぜ鳴くの？言わねえか。カラスの勝手でしょ。カーカーだから。カラスではね、うん、あれカラスだっけ。多分カラスの勝手でしょって歌だよね。あ、そうだ。誰だよ。俺やばいな。それリアルだと思ってた。普通の歌だと思ってた。だって小学校でさ、はい、カラスの勝手でしょって歌ってたらいけない。あの、みんなで学級で真面目な顔して歌ってたのウケね。なぜ泣くのカラスの勝手でしょ。なんて歌だよ。カラスの夕焼け小焼けでもねえし。あれ本当、え、なんて歌だっけ題名。え、何カラス。なぜ泣くの？その歌なくない？多分。あるよ。カラスは山にか。そう。七つの子がいるやつだよ。ああ、すげえ。さすが。なんでダメだ、死んでる。カラスの勝手でしょ。それは勝手だけど。夕焼け小焼け歌ってる。夕焼け小焼けで。日が暮れて夕焼け小焼けの赤トンボ。赤トンボだっけ。日が暮れてじゃなかったっけ。違うよ。そうだよね、夕焼けって言うの。そうだよね、赤トンボ出てこないよね。あれ出てくる。出てくる。何個か目で言うでしょ、確か。じゃあ赤トンボどうなった。全然覚えてない。でもあったよね、赤トンボって。うん、それ赤トンボじゃないの。夕焼け小焼けで。夕焼け小焼けの赤トンボじゃね。どっけ。
それ、ヒゴンくれてじゃなかったっけ。焼け小焼け、それ赤昆布だよ。だっけ、うん、よいしょ。夕焼け小焼けでだ。あ、あ、日が暮れてのあらまあれ謎は解明した垂らした上で全部一気に引っ張るしかないんだもんね、これ。それでギズギズになった。よいしょ。ここだけでどんだけ時間取ってんのよ俺。よっしゃー、もっと早くやれよと思われるかもしれないけど、無理、きついんだよ。無理そこだけかよと思うんだけどさ、きついんだよ。きつい。よいしょ。そしたら完成形を見ていただこうではございませんか、はい、こんなんです。はい、こんなんです。だいぶね。えい、漏れました。超多元だけど。これ一番高いとこ。トモさんちゃんと映ってるかどうか見えてない。この高さです。ここがさっき言ってたちょっと間空いちゃうとこだけど、そこまで、あ、うっすら見える。あのブランコが誰か乗ってたら上からいたずらできます。上に誰か乗ってたら下からいたずらできます。その手怖いから。よし、じゃあ次やっていきますか。豚蹴りますか。俺じゃ取ってきちゃうよ。大丈夫ですか。大丈夫です。よいしょ。じゃあちょっと選挙活動してますか。はい、お願いします。よいしょ。虫に向かって、タヌキチに向かって村長に立候補します。何町。村長。村長グレージ村。おお、いいね、いいね。村長さんいいんじゃないですか。どう、下から見た感じ。あ、すっごいいいよ。パーン。それ何でスマッチ。空中でスマッチ。一人見てるこっちが足すくもわ。俺大丈夫、一人でプロレスできとかいいじゃない、これ安全対策ね。そうだね、安全対策落ちないように。うん、あとズラ映え映え。どうした？折れた。取れた。折れた。ついに割れた。酷使したかんね。あのおそらくピンね、どっか飛んだ。こんな感じで。これも次直していこうね。直しましょうね。これちょっとはめて。とりあえず今やるしかないかんね。使える？頑張ってみる。やってみて。はい。マジかー。おい。次は何をするんですか。次はここちょっとか吹き抜けになってるんで、うん、ちょっと塞いじゃいます。見えない分にね。見えないように、見えないようにね、うん、はい、じゃあお願いします。はい、行きます。早速、1本あった太めの竹を4分割してきたんで、はい、これを取り付けちゃいます。ナーターを壊してまで頑張ったやつね。そうナーターどうしようね、ナーターをね。次直しましょうね。直しましょうね。いきます。はい、だんだん見えなくなってきたね。そうだね。
周りがね、うん、今は村作りになってるからね確かにだから名前変えるしかないよね。秘密基地じゃなくなったらなんつうんで村作りっていうの難しいねなんだろう、うん、もう秘密基地じゃねえだろうっていうコメントがさ結構多くてさあーマジか、うん、田舎だからいろんな音聞こえて、うん、そうだね響くもんね響くうちは田舎田舎って言ってるからさ、うん、すげえ田舎だと思われてるよねでも実際加速は進んでますよねだよねよし行くぞみたいな裏の村には何にもねえって感じいやテレビはあるスマホある、うん、全部あるよね全部ある揃ってるどうにかまだ全部ある、うん、何がね何がないってちょっと考えたけど何だろうってあのウーバーイーツができないまあ一応そこまでは田舎でございます、うん、田舎でございます車がなければね何にもできないコンビニ行くまでもね、うん、やばいよね自転車でも心折れるでしょ思ったよりでもこんなもかどれ住みに行ってもいい、うん、お願いしますあ、いいんじゃない最後の1枚うん最後の一枚でえ、じゃあとりあえずこの4枚で。うん。完成しちゃいますね。またやりたくなったらまた竹を切ってきて。そうだね。完成。かっこ仮だね。うん、仮。すべてが仮だからね。確かに。村作り仮。えいや。オッケー。あ、でもすげえ。ね余計結構ガッツリしたよ。うん、したね。すごいよ。ねうん。それでは、あれですか完成形をみんなに見てもらっちゃっていいですか見てもらっちゃいますかそれでは、次の画面へ、どうぞ。ゴー。それでは、それでは。はいじゃーん。いました。はい。え、それではですね。はい。今回は、前回あの半分やったやつあのブランコのところ、うん、あの前側も全部埋めてまあ屋根みたいな感じにとりあえず仕上げましたはい、はい、でもってね上上がるからまあちょっと危ないのも含めてこれなんと手すり、うん、を映えで映え半分作ってみましたであとね、うん、ちょっと真下になっちゃうんですけど大丈夫ですかはいはいここのところもちょっと見えすぎちゃってたからちょこっとだけ塞ぐ感じで感じで、はい、仮で完成させました仮で今回仮ばっかしだけどそんなもんすかねあとはちょっと次回に向けて段取りはしてるんではい今日はこのくらいにしておきますでは今回もご視聴ありがとうございました今回の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もよろしくお願いします。それではまた次お会いしましょう。バイバイ。